白鯖エビと苦手な出たイチゴ貝、イチゴ貝、イチゴ貝出ます。さっきにこの仕掛け2つ用意してます、はい、まずこっちオリジナルの小漬け付けましょうか。はい、プレミアムシリーズ、そうです。はい。ポンポンの先に針がついてるんですね。そうです。重りがあって、一本の幹ですね。幹の糸があって、枝がピュッピュッとこれ2本まで出てます。2本の針が胴付きって言われてる仕掛けですね。これが胴付きですね。はい。はい、じゃあ、あと落としてもらって。普通にこれで編んで。はい。で、牙の方がいいんですよ。牙の方がいいんですね。堤防の牙、その斜めに行くような感じで、はい、で落としてもらったら、以外で何か釣れます。サビキ以外で聞かれることがあると思うんです、はい、まあまあいろんなあるんやけども簡単に、はい、さっきの胴付きの仕掛けで、はい、メバル頭、メバル頭ですね。根魚、根魚、根魚っていうだけあって障害物につくんですよ。はい、でそこであるとかこの縦のテーブルのこういう際にやっぱりいてますんで、そこにもっと入巻いて貼っといてくださいです。いや、いってね、バレた。もしもしピコピコ言ってたんですけどね、なんかでも軽くなったような気がするんですけど、割れましたか。じゃらうん、予定通りにカメラ構えたらダメです。構えた。もうちょっと巻いとっていいですね。ちょっと、うん、ちょっと。こんくらいです。はい。ちょっとこっち曲がるくらい。おる。何来た？なんかおる。出た。なんかおる。待てよ。なんかところに。虫刺すか。虫刺さんにかかりました。姉さん巻きすぎです。下ばっか見てるから。すいません。なんかいてます。ベラスベラ。ベラ。はい。ベラですか。はい。いけてますか。これをね。もう一回。メールをこの位置の時にもう一回引く。はい。で。
これ相撲ですよ。何だろう、あっちが向いてるんですよ。あ、向こう向いてるんですか。はい、はい、引っかかりにくいでしょ。あ、はい、引っかかってた。はい、もうまだもうちょっと巻いてもいいですわ。うん、ギリギリその辺まで、はい、その辺で一回やりましょう。はい、あ、今の今度遅すぎて、遅すぎてジボーって言ってるでしょ。ジボーンジボーンって言ってた、あれ遅い。後ろを見てからまっすぐですね。オッケー、まっすぐ。はい、あれ、まだ遅い。遅い。ええー、なんでやろう。最初は早すぎて、はい、余裕こいたら、ほんで長さ変えてるからちょっとタイミングずれてるかもしれないですよ。ああ、ここの長さ変えてる、うん、それもあるんで。ちょっとマシだったけど、今度ちょっと早いな。ちょっと早いですか。上げるのは結構難しいですね。微妙なタイミング。まあ、もともとその竿を投げる竿じゃないから、むっちゃ投げにくいんやけど。どっか引っかかってたわと。私